うなぎ屋で働いてたんですよ。死ぬグイ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 言ったらええわ、やったらええわ、もっと言ったらあれ。今回、ゲストはメンズ&クイーンのノアです。ホストを始めて1年2ヶ月くらいかな。頑張ってます。内容のなさはい、メンクイのアイです。犬足を乱しました。よろしくお願いします。え、ガチですよ、ガチですよ。どんなことしてるのかって質問をしていこうかなって思うんですけど、名前が特徴的なんで、その名前の由来を教えてもらおうかなって。もともと本名でやろうと思ってたんですよ。あ、そうなんだ。小次郎だっけ。小次郎ではないですけど体験入店の時にちょっと名前を決めなきゃいけないっていうなった時に、本名をやめた方がいいって言われたんですね。なんとなく中性的な名前、なんか可愛い感じがいいなっていうのが自分の中であって、うん、ノアっていう、あの後から考えるとホストって、あの名字ついてる人とかいるじゃないですか。まあ、愛さんもそう、京本愛とか、かっけえなって憧れるんですけども、ノアってつけてから後からなんか名字ってなくないですか、ノアに対して。いや、愛さんはどういう。俺はもう入店した時に本名でやろうと思ったんですけども、いや、そしたらお店の人が本名でやらない方がいいって言って、いや、響きが可愛いのがいいなみたいな。いや、それ俺の話。違う俺の話それいや、でも結構適当っすね。大体堂本ってあると、キンキ好きなのとか聞かれるんですけど。そうですよね。まあ、実際好きなんですけど。あ、好きなの。でも関係ないんですよ。いや、適当につけたにはセンス悪くないですか。2人とも売り上げ上げてるじゃないですか。最高どれぐらいなんですか。4桁やとのったって感じです。いや、でもいっぱいいますよね、なんか歌舞伎町にあ、でもなんだろうな、俺がすごいんじゃないなってつくづく思います。俺のお母さんがすごいんや、俺のお母さんがすごいんだ、意味がわかんないどんな感じですか、どれぐらい稼いでどんな感じなんですか。2500万がマックスで特に何もなんかあんま達成感は感じない人。なんかその、例えばナンバーワン取りました、締め日の例えば時間が終わった瞬間に、はい次みたいな。へえ、そうっすね。僕はノアさんもそんな感じですか。俺はうわ終わったってなっちゃいます一回スイッチ切れます。ご褒美的な感じでなんかこれ買おうみたいなってなりません。もともと僕あれなんですよ、昼食上がりなんで、はい、感覚がまだ昼なことが多くて、はいはい、すごい高い買い物とかマジでしたことなくて。愛さんはちなみに入店3ヶ月目でナンバーになったんですよ。初月でナンバー入ってて、最初は学費に回してて、面食いで働く前にうなぎ屋で働いてたんですよ。で、うなぎ屋で働いてて、いや、うなぎ屋じゃ学費無理やと、まかないしか食えんってなって、はい、とりあえず入ろうと思ったのが、はい、まあ、麺食いで。あ、それでうなぎ登りっていう。いやー、うまくない。グイ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 、嫌なやつ。言ったらええわ、やったらええわ、もっと言ったらあれって。でもそれでナンバーワン取るじゃないですか、ね、ワンやったーって思って、学費も払ったしみたいで、財布に50万入れてたら落として、わーって、はい、来月も何万取ろう。ホスト始めて一番の買い物っていうのは財布落としたことでした。人生的な買い物で、はい、マジで見つかんなくて、はい、歌舞伎町怖みたいな。でそっからは大学行って、なんか服がないじゃないですか、仕事できる。結構買ってました。看板とか撮影をする機会が多くて、はい、シャツとかも1着20で、なんかまあ撮影のたびになんか同じやつで撮りたくなくて、看板になるじゃないですか、はい、こいつ同じの着てるよって、なんか嫌じゃないですか。ポージングとかコンセプトとか変わってるのに、服だけずっと同じやんみたいな、なんかあれなんかなと思って、なんか結構他のホストクラブの人とかはいいもの着て看板撮ってるから、うちはちゃんとしたの買わなきゃいけないんだなみたいな思って、それでその度に買ってました。睡眠時間やっぱ短くなるんですか。結構まとめて寝るタイプみたいな。1週間に1回。いや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 、死ぬえ、でも普通に休みの時とかは18時間とか寝ちゃったりします。1回も起きないです。ノアさんは大体どんな感じのサイクルなんですか。俺なんか結構店で寝ちゃうこと多いんですよ。営業終わってなんかちょっとだけ横になろうと思ったら寝ちゃってるみたいな。本当に寝てるんですけど、寝てないのに寝てる体にするとか、だからそういう解釈をされる時もあるんで、本当に寝てんだよなっていう。ちょっとだからなんかホストでも本当に寝ないホストがいるじゃないですか。昔の俺、今すごい寝るのに鳴らしたら3時間とかで全然寝てないイメージ。去年店の鍵持ってたんでめっちゃ転泊してました。店に着替え置いて、月の半分以上はそれずっと携帯じってやってて、休みの日絶対いたっす。後輩にいろいろ教えたりやったりとか、はい、なんか相談聞いたりとか毎日してたんですが、今や
人って変わるもんやなと。1年前とかはそんな感じでした。あ、でもなんか大学辞めたから気合入ってたんじゃん。ただあんまそういうの人に言わないんですよ。言ってもしゃあないじゃないですか。自分のこと言ってもしょうがないなみたいな、共感されたいわけでもないしみたいな、あ、分かるって言われても、あ、そうみたいな、共感されたから別に何も変わんなくねみたいな。後輩に最初怖がられる、ちょっとなんかちょっと怒ったらなんかもうやばいみたいな空気出すのやめてほしいなみたいな。趣味は車とかバイクとかそっち系がめっちゃ好きなんですよ、うん、あと釣りとかネットフィッシングキャストとかと行ったりもします。その釣ってきて自分で魚さばいてみたいな、すっげえ手魚くせえし。なんかでも釣り好きも多いですよね、意外と。あ、そうなんですよ、釣りしてる時間って没頭するみたいな感覚が好きでやってる人もいるのかもしれないですね。確かに趣味は今はない。いやでも本当に年取ってから好きな食い物もなくなって趣味もなくなって、はい、マジで寝てるか仕事してるか。人に物を申したい人っていうのがすごいこの街多いと思ってて、別にみんな自由でよくねって思うし、なんかズケズケせんでもみたいなあるよね。なんか、まあ、この仕事始めてから結構なんか、まあ、とにかく 言ってくる人っていうのはすごく増えたっていう、だからなんか趣味がなくなっていった。趣味に費やしてる時間をよく思われないっていうあるよねことが増えるんですよね。だからもうそういう状況になるんだったらもう趣味に時間割くのやめようとかって考えになってるじゃないですか。なくなっちゃったんじゃないですか。いや多分そうだと思う。本当に、まあ、嫌いではないけど、なんだかんだ言ってでも好きみたいな、うん、そうですね。感覚が生きてるって感じめっちゃします。夜の方が感情の起伏とかめっちゃ激しいし、嫌なこと落ち込むこともあるけど楽しいなって思う人は多いですよね。じゃあ最後にメッセージというか一人一人、今日はありがとうございました。ソースでインタビューとかすごい光栄だし、すごい楽しかったです。でこれからも頑張っていくつもりなんでよろしくお願いします。ありがとうございました。あ、俺もか。みたいなね。最後のエンディングみたいな。放送事故ですよ。あ、いや違う NHK とかであるじゃん。こうやってたらなんかシューみたいな。はい、僕はね、僕は生で見た方が可愛いんですよ絶対。で、まあ、絡んだらそこそこハマると思います。はい。ハマると思うし、でもやんちゃだからちょっと迷惑かけるかもしれないですけど許してください。バイバイ。